ポイを用いるマオリ族の女性。ポイはジャグリングの道具の一つ。紐の片側の先に玉がついていて両手に一つずつ持って回す。元はニュージーランドの先住民、マオリ族の儀式に使用されていたものである。それがいつしかパーティシーンに登場し徐々に広まっていった。もともとオーストラリアのバイロンベイで盛んに行われていた。そして、 ワーキングホリデービザなどを用いて、オーストラリアを長期旅行する若者により、日本に輸入されたものだと思われる。国内では2000年あたりから、レイブパーティーなどの野外イベントを中心に支持を得て、2016年、現在はテレビ番組やコマーシャル、音楽アーティストの演出に取り入れられて一般への認知度が上がってきている。ファイヤーっぽいメディアを再生する。 ファイアーポイによるパフォーマンスポイの種類は大きく分けて4つある。1つ目はテールポイと呼ばれるもの。ナイロン製の約1メートルの細長い布がヘッドについている。カラフルで見栄えするものが多い。特に昼間などの明るいところで使用される。手軽にポイをすることができるので初級者から上級者の間で広く使われている。2つ目は靴下ポイ、またはソックスポイと呼ばれるもの。 靴下のように伸縮する布の中にテニスボールを入れたもので回した時の感覚が特有。ヨーロッパで人気がある。三つ目は一般的にルミカポイと呼ばれるもの。ヘッドの部分にテニスボールの代わりにサイリウムや LED でできた光るものを取り付けたもの。夜やクラブなど比較的暗いところで使用される。テールっぽいよりも視覚的に美しくパーティーで好まれる。 四つ目は、ファイアーポイと呼ばれるもの。ヘッドの部分に、ケプラーを巻き付け灯油を染み込ませ火をつけて回す。ポイに対して、興味を持つようになったきっかけが、ファイアーポイを見てという人は多い。ありがとうございます。